ファソラセタムは、ラセタム系の研究用試薬である。スマートドラッグとしての作用を持つと考えられるが、脳血管性認知症の臨床試験では十分な効果が見られず、その後は、注意血管、多動性障害の治療用途で研究された。ネズミでは、3種類全ての代謝型グルタミン酸、受容体に対して作動し、認知機能を改善した。経口摂取可能で、 ほぼ変化のないまま尿から排出される。日本新薬の研究者が発見し、脳血管性認知症の第3 i 臨床試験まで行われたが、効果が不足していたため、破棄された。ハコン・ハコナーソンが率いるフィラデルフィア小児病院の研究者が ADHD の治療用途の研究を行っている。ハコナーソンは、 ニューロフィックスセラピューティックスと呼ばれる会社を立ち上げ、日本新薬の臨床データも取得して、この用途のために市場に出すことを目指した。ニューロフィックスは2015年にメドジェニックスに買収され、さらにメドジェニックスは2016年に EB ゲノミックメディシンと改名した。マグラーに変異を持つ、思春期の ADHD 患者に対する臨床試験は2016年に始まった。 ありがとうございます。